皆様こんにちはルートブランド本社の経営チームのパトリックです3回目の動画をご覧いただきたいと思いますこの動画では RPS ルートプライムのサブスクリプションを設定した後について説明します2回目の動画ではトリニティパックをカートに入れる場面をお見せしました明日の2023年7月13日に注文が処理されるように設定しました この動画では RPS カートの操作の仕方を説明します。それがこの画面です。カートに商品を追加したり削除したり日付を更新することができます。それではやってみましょう。ご覧の通りアクティブと表示されサブスクリプションに登録済みと表示されています。キャンセルしたい場合はいつでもこのボタンをクリックすれば RPS を完全にキャンセルすることができます。 カートにはトリニティパックがあります。カートに追加した日付が表示されています。注文処理日と毎月30日ごとに引き落とされるクレジットカードが表示されています。では、新しい商品を追加します。ここ数ヶ月間、RPS を利用し、トリニティパックを購入してみました。もうトリニティパックはいらなく、Give me back my yours が欲しいとします。これはいくつかの方法で変更することができます。 私が好きな方法はトリニティパックを RPS カートに入れておくことです。商品を追加する。をクリックして Give me back my yours を探し RPS カートに追加します。画面は RPS カートに戻ります Give me back my yours が赤くハイライトされているのが見えると思います。これは新しい機能です。ここに書かれている通り Give me back my yours は 保存されていません前にトリニティパックを保存したのでこれを削除します注文処理日は同じ7月13日がいいのでそのままにしますこのボタンをクリックし保存をクリックしますそうするとカートが更新されます次の画面に進みますルートプライムを選択することができますもう一つ素晴らしいオプションがあります ルートプライム会員の特典としてカスタマーサポートに連絡すると BIP 対応を受けることができるという素晴らしいオプションですカスタマーサポートの対応を待つ必要はなくなりすぐに繋いでもらいフィードバックを聞いてもらうことができますここにあるような通常のコンタクトアスお問い合わせページで連絡することはなくなりますもう一度ルートプライムに戻ります Give me back my yours がカートにあります注文書類を追加しましたすべての情報がありますここ数ヶ月 Give me back my yours の注文が続いていてすでに棚にストックがたくさんあるなので注文書類を遅らせたいとしますこの日付をクリックして日付を27日に並行しますそしてこのボックスをクリックしてもう一度保存をクリックします これで新しい日付として7月27日に変更され27日に注文が処理されます。ルートプライムのサブスクリプション会員になると本当に素晴らしい特典があることを覚えておいてください。その特典とは1回注文が発送されるごとに15ドル分のトークンがもらえるというものです。毎月3回までもらえます。 プライムルートで注文しさらに2回注文すると最大15ドルまでトークンがもらえます注文の送料はほぼ無料になりますその上50ド,ル50ドルまたは100ドルのリワード報酬を得ることができます176ドルの以下の商品を買った場合50ドルの報酬と次の注文で使えるクーポンをもらえますお見せした通り 注文処理日を変更するのであれば30日以内であれば変更できますもうすでに多くの商品を持っているので注文処理日を遅らせたい場合もあります日付を30日以降に変更してしまうと得点が受けられなくなりますのでその点にはご注意ください RPS を継続し得点を維持し発送トークンを得るためには30日ごとに発送する必要があります 以上、カートの操作方法、商品の追加方法、商品の変更方法、そしてもう欲しくない商品の削除方法について基本的な情報をお伝えしました。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画では他の商品を追加する方法やウェブサイトの操作方法についてもう少しお話しします。ありがとうございました。